いやいや、俺だってピカさんのが良かったよ。クルーのコメントじゃないじゃん。インポスターがいる。メールメイク。パクリ散らかしとる。チェイ。はい。ナイス。おい、ナイス。よし。おえ？うん。まあまあ。ウィーンって音。まあ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 。大量に湧きますね。新タスクからの ナイス、ナイス、ナイス。アドミンが減っている。アドミンが。初手？あ、はい、ナナコさんが初手。あのアーカイブでアドミン見れんのかなと思ってちょっと見ました。1.5 秒も。1.5 秒。1.5 秒ぐらいでしょ。でもね、ここ開くとね、結構ね、消費しちゃうのはわかる。まあいいでしょう。はい。なんすか？すいません。厳しい。なんすか？なんすか？謝る気あります？なんすか？すいません。はい。なんすか？あ、じゃあみんなってこと、これ同調圧力ね。みんな、アルミみんなってことね。あ、わかりました。はいはいはい。あ、了解です。こういう新人いるわ。なんすか？ナナコさん怒られたことに対して怒りのリアクター鳴らした？そう思った。アドミン以上にバイタルが壊れてる。バイタル壊したさっきのターン。誰だ？さっきのターンです。高田さん、高田さんいけない？俺はいけるけど、俺じゃないから誰だって感じ。あのメイン脇側の方だと思うよ、絶対。そうだよね、高田さんと僕は貨物脇で、うん、そうそうそう、僕が覚え芸して上行くとき高田さんが下ってってて、高田さん誰ともすれ違ってないんですか？誰ともすれ違ってないけど、俺ゴミ抜きした後に、もう一回貨物戻ってあれ、うん、金庫タスクやってるからちょっとわかんないけど、はいはい、メイン脇側の人間だと思う。扉も開けたし、あのバイタル、うん、バイタルとか、うん、解除版ですけど今のターンじゃない、1個前でしょ、多分。1個前の長く1個前、1個前。私、アルマさんは遺跡に残してバイタル貨物って流れたんですけど。内緒にしてって言ったじゃないですか。アルマさんはそう。あ、僕はエレキで最後までレバータスクしてました。あー、まあそうね。ちなみにこのターンもリアクター中ずっとレバータスクしてました。あ、やってました。でも、ゲンさんの場合もあるわけでしょ。そう、私も、ね、序盤通ってるから、壊せなくはない。序盤？はい、序盤アルゲンはエレキですれ違ってますね、うん、さっきのターン。序盤だったら高田さん見そうだけど。はい、序盤。一回高田さんってラウンジの方行ってるよね。これは、配線、上に配線、下にゴミ抜き、うん、で、最後、金庫タスクは終わらなかったんだよな。それぐらいの時間だったから。うん、まあ、ゲンさん、カール、まあ、うん、僕はね、貨物脇で速攻でエレキ行ってますね。あれ、あれも貨物脇だっけ？あ、あれも貨物脇なんだ。あ、僕、貨物脇ですよ、さっきのターン。今回もじゃあゲンさんとどこですれ違ったの、それアルマとゲンさんって5番くらい。私ちなみにエンジン脇です。写真タスクからのエリキ、エンジン脇がめちゃくちゃいて7人くらいいたんですよ。えだから
壊せる人だいぶ限定されますよね。ね、うん。うん、高さん視点僕ってほぼ無理よね、きっとね。源さんが。名誉はだって源さんがそっちから来てるから無理だと思います、うん、両方人外になっちゃう、その場合は。そうだね、名言両方人外になっちゃう。エレキで、その、すれ違ったのは源さん以外いないっす。ずーっと最後までレバータスクやってたけど。まあ、源あるっぽいけどな。源あるどっちかっぽいけどね。うん、まあ、見た人はね。はいはい。で、見た人絶対人外でしょ。この申告がないからさ。うんうん、あ、うん、いや、そうか。じゃあ、直します。あ結構まとめに見られてますね、多分。ああ、ゲンさん。エンジンからバイタルするんだったら確かにゲンさんめちゃくちゃ怪しいな。あんまりインポスターでバイタル部ずっと見てあんま考えにくいけど。うん。概要。プテは今死にました。うん、直しましたよ。どこら辺ですか？メインの真ん中。ナウです。本当に今、1秒以内と思っていいと思う。だったら、停電中だったけど、メイヤ君が金庫のダウンロードのところにいたので、うん、メイヤ君は絶対キル関われない。今見合ってる人全員白でいいです。展望で停電直してて、ピカさんと一緒に展望にいるんで無理です。はい。旗が見白です。コックピット1人です。貨物1人でーす。僕もバイタルで浮いてるわ。ハタサコ、ガミさんはハタサコに汁出せるんですか？いや、見えてないです。ごめんなさい。ハタサコってどのタイミングに登ったの？あ、登ったのか、もう相当前に登ってるじゃない？源さんとアルマが下ってきてるタイミング、停電中かな、うん、多分停電中よりちょっと前か。停電前、全然前。停電前、うん、に、僕は登ってミーティングのタスクを2つやって、最後、右奥の入力タスクやって、出たらガミさんが先に押したって感じです。もう。すみません、これ白もう一回だけやらってもらえますか？名屋7個は無理です。名屋7個無理。名屋7個もまあ無理か。で、アルピカ。アルピカもお互い無理。はい。はい、で、僕、停電直してるんで、ゲンさん怪しいです。ああ、そういうことね。まあ、怪しい、ね。マトじゃないってことね。これで多分アドミン消えてたら、ゲンさんもうほぼ待ってる。ハタサコが停電前に俺が金庫に入るちょい前にミーティングに登ってってるはずで、俺ってその後にダウンロードまで終わってるんだけど、ハタサコとガミさんが合わないのってどうなんだろうな。ガミさんってもっと前にいたのかな。いや、僕はミーティングでゴミ捨てしかやってないんですけど、でも停電前にエンジンでゲンガルとすれ違ってるんで、それと入れ違いで登ったんだったらむしろミーティング入れ時間長いなって思ってますけど。そうだよね、登ってボタンを押そうとしたタイミングでちょうど停電が入ったんで、じゃあ奥のタスクやるかって、奥のタスクやってです。なるほど、まあ何とも言えないです正直。まあでもできる位置だと思う。確かに長く感じちゃう。じゃあ容疑者って慎太郎、伊豆、畑迫で、あと一応宝さんってことであってね。うんうん、はい、うん、はい。検視の発言からだいぶ白が出てるとは思う。伊豆さんってさ、貨物までどういうルートですか？ちなみに宿舎脇ヌーンで左から右で、タオルタスクやるときにプテさんがアーカイブから降りてきてる。でその後右に行ってタスクやってます。お、上回りアーカイブ取って、アーカイブ上回り、ああ上回りだな、いいと思う。合ってると思うし、プテも貨物から上回りで行ってるから、うんうん、私マットなら釣らなくていいでしょ。いや 今一番釣り時じゃない？あ、そうか、釣っていいのか。はい、あららら、はい、停電展望で即直しです。うん、
まあ、ゲンさんは確実に巻くと思いますよ。カメラも目の目の前で弁当入ってました。目の前で弁当入った、うん、目の前で弁当入ってました、うん、あと多分今日でカメラも壊れてます、うん、あカメラ見てる人おった全部チクるやん。カメラ見たことあった。いざ序盤にエレキの勝ちに向かっていくのを見てます。うん、エレキはいなかった気がするけど、ね、いやエレキの勝ちに絶対序盤に行ってます。僕は貨物空きで貨物バイタルエレキってもタスクがないんで駆け抜けていった時にエレキの勝ちに行くイズを見てる。まあ最序盤です、ね、ガミさん見てますか、うん、見てないですね。エレキの勝ちには主体がないし、エレキのいやまあまあ最序盤ですよ。あの、うん、なんか見てますけど、メインに登ってなさそう。ってないんだったら、診察の扉が閉まってたからそっち行ってるぐらいしかなさそうだけど。ああそういうこと。うん。まあひとまず原産は貨物で湧いたのが7ピカ中野あるまで、中野くんが下行ってピカが上行って俺が貨物。なんで中野くんがそっちのエレキ側で最上まで見つけたっていうのは多分そこでガッチンコだったってことでしょ。そうですね。エレキ何しに行ったの？いやだから貨物入ったらエレキは何も助けがないから駆け抜けてメインに行ってるっていう。はいはいはい、はい、原産釣らないよね。いや釣ってんじゃないですか。釣って容疑者が釣れたらめっちゃ万々歳じゃないですか、うん、釣って容疑者詰まるから釣った方がよくないですか。どっちにしても1キロ入ったら決め打ちだし、うん、シェリフ持っていくかどうかぐらいじゃないですかね。トロツ決め打ち遅いんじゃないっけ。あ釣らないんだったら釣っても釣らなくても1キロ起きたら決め打ち場面になるから釣った方がいいかなって思っちゃったけど、 SG1 削れるっていうのが多分あるにはあるから。なんで会議に参加してるんですか。どっちの方が有意義か考えてる。水畑死んだったんですよね、初手の両者。そうそう、水さんが死んだから僕高田さんあんま疑ってないから畑迫さんには見えてるんだけど、まあ、僕停電速なしですよこのターン。そこのローラー、まあ、そこはそんなに。あと多分ピカさんシェリフですよね。まあまあ私がシェリフなんだけど、原産つっときますか。うん、私出ちゃいますよ別にピカさんに。いや多分私切ろうとして近づいてきたんだろうなと思ったんで。うん、追っかけました。道の容疑者釣れたら最高なんだけど。とか持ってかれたら最高だから。そうだよね。いやそうね。果たしんのどっちかが持ってかれたらもう遅く。持ってかれろ。いやあれこれでピカさんを持っていく。そんなうまくいかないですよ。祈ってます。あとよろしくお願いします。恨みがあるんだ。ご主人様よろしくお願いします。仕事はしたと思います。生きてたらボタンいきます。あー生きてる、ダメだ。誰が死んだんだ。誰死んだんでしょうね。慎太郎生きてるな。畑底も生きてる。あ、SG 値はおおむね残ったかな。あ、めやさん、いや怒るぞこれ。めや死んでる。怒るぞこれ。うん、あはい、誰でが雨屋さん。あ、雨屋くんか。あ、待って、雨屋くんはずっと白だったからいつも連れて帰ってるな。こうなると困りますね。切れにも詰めれるかな、ワンちゃん。なんかエレキからメインに上がってないみたいな話なかったっけ、そのシネイズさんが。雨屋くんがいたんだっけ。そう、あ、違う違う、雨屋くんが言ってたのはバイタル側の扉が閉まっていたからそ っ, あのそっち側には行けないと。だからメインに上がってないとおかしいっていうのが。ああ逆にとか、はい、あの子さんって貨物です。生まれて貨物で終わったって言ってますね。そうだよ、貨物で生まれて、貨物であそこの金庫のタスクやって、給油タスクやって、ラウンジ抜けていくときに停電になったか、停電直そうと思って停電のとこ行ったけれども、あれ、早々に直ったから直せなかったっていう状態。その後はあ、でその後あの診察の方に向かおうと思って、あのんじゃあごめんちょっと待ってね、タイミング、あでもどの道貨物だわ。仮にプテさんがメインに上がったとしても、私シャワーのドアを開けてメインに入ってるので、メインから左方向にしか行ってないですね。伊豆さん右行った過程なら、まあ七子さんが一番近そうな感じはしますけど、メイヤーさんとかを信じて。ん、だから繰り返しになるけど、メイヤ君がバイタルのところの扉が閉まっていたから、あのそっち側には抜けていないよって話を出したんじゃなかったっけ。うん、だからメインに上がったりとかして、先にそっちに抜けてるんじゃないかなみたいな。もう井の位置に向かってたらっていうのは、うん、それはそうじゃない。まあわかんない。2切り目確実に白が出る人いましたっけ。あ、いないのか。まあ、うん、くしくも慎太郎、ボタンの慎太郎さんと即直しの僕くらいじゃないですか。ニキルに関しては、ガミさんぐらいじゃないかな。ああ、
そうですね。エレキから上がるときに。そう。で、メイヤさんが確かカチサスのところに死体がないことを確認してるから、うん、移動経路上にガミさんがキルできる範囲は多分全部チェックされてるはず。停電即直しが入る直前に僕、ピカさんとメインの右ですれ違って僕、シャワーに入ってるんですけど、結構厳しそうじゃないですか。わーっとね、ごめん。覚えてないけど、それが事実だったらそう。メインの右ですね。ロラはできない。まあ、決め打ち場面になっちゃうか。うん。もう1キル。まあ、ちょっとボタンとかも注意してもらって。はい。このハゲー、あーやっぱ怒ってる。このハゲこのハゲー、メイヤさんよりピカさんの方が良かったんだけどな。いやいや、俺だってピカさんの方が良かったよ。クルーのコメントじゃないじゃん。そりゃそうよ。面白くなるじゃん。シリフがいなくなった方がインポスター派手そうで。これ誰なんだ、わかんないですよね。これ多分クルーの皆さん目線も結構。うん。絵はうまいですよ。ハタサコとか？あす。おお。現行犯、現行犯。どうなった？七子さんです。はい。おお。え？エレキの5番。あそこにはいないです、七子さんは。どこにいます？視点は七子さんはもう今キッチンにいます。セキュリティの方でアップロードを終わらせてキッチンの方に向かってっていう停電直しにね。あとちなみに今停電中なんで、あ、だから停電直しにキッチンの方向かってるっていう状態で、ああだから、ああ一応ロラはできると。できるね。停電中のレポートを評価してください。あ、待って、これ割と俺ハタさん来るあれかもしんないな。七鷹を追わないといけないかもしんない。え、奈良子さん今回の移動経路どうなってます？え、今回の移動経路はもう貨物で湧いてからもう直進でセキュリティルームのアップロード向かい、アップロード終了時点でキッチンの方に向かいっていう状態なので。あ、じゃあそもそも今エレキにいないっていうっしょ、畑さんが。あ、そう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 。あ、いやーむずいけど、まあ、あ、で、あの展望デッキ側の扉が閉まっていて、セキュリティキッチン側の扉が開いている状態で、武器側の方は見えていない。うわ、まあもうアルガミに決めてもらうがいいんじゃないですか。ねえ、いやいや組み合わせが停電中のレポートと、いやだから前回の停電即直し、いや僕はね、停電速直しはあんまり要請に含めてなかったんだけど、ただ停電中にこれやったらロラできちゃうから。赤田さんって今2インポスターどこに見えてます？え、7神 100% だと思ってる。ああ、7神か。僕はね、64で7鷹追ってるんだけど、なんか、赤田さんがこれやるコスパが悪いから。とりあえず今日は7子さん行ってほしいな。うん、ここは 7だったら7個かな。いや、そうっすよね。そうなると初日キルが、葉っぱたさこ弾くんだったら、容疑者詰めた宝さんより神様の方が怪しくなっちゃう。そうから7神。そうだから僕もそれは宝さんも最初違うかなと思ってたから、なんか思考の更新が入った今回で。7ハッタでこれはやんないと思うんだけどな。7ハッタに色だけはないと思うよ。そうっすね。僕を持ってするような展開を持ってって分かってる。ボタンないので、僕もないきます。俺もない。ない。あら。お？おう。あら、まさか、ソーラーができない。おう。あー。シェリフを潰したかったの。思いが強すぎた。白だと思ったのに。あそこで、ね、金庫のダウンロードでそっとと切りゃよかったもんな。あれ切られないの、白っぽい感じ、ね。でもいいし。頑張れ頑張れ。あ、お、あるか。ナイス。黙ってましたがあります。苦しいな。多分これでボタンなかった。ハタサコのインポスターを追うかどうかだけだと思うよ、正直。追わないんだったらタスク勝利だと思ってるから。ああ、タスクは一応あと1個で終わります。そうなんだよ。ハタサコのインポスター、なんかね、ローラーまでだと、
若干終わんないかの脇位置だ。キッチンで沸かないと終わんないかもしれない。いやー、僕割と脇次第だな。あんま言いたくないけど、タスクばらけちゃってるから。基本1分半ですよね。釣り進行しない場合は。七子さんインポスター起きするんだったら1分半。ああ、そうか。ケンさんで待ってほしいのか。うん。そう。だから、ローラーしないんだったら、ほぼタスク進行でいいのかなっていう感じだ。1分半 ?2 分いや、1分半か。あ、1分半か。3キルで負けだから、PP はもう発生しないんで。この配線が多分まだ2個目とかなんで。俺も脇位置なんでね、ローラーされると終わんない可能性があるんだよな。いや、僕も1個の場所に固めてるから。俺も1個の場所に固めてんの。真反対に湧くとちょっとな。ちょっとなぁなんだよ。ボタンないわけでしょ、これ多分。ないみたいですね。そうなんだよね。え、これ旗ある紙で1分半でタスク終わんない人います？これ絶対終わります。まあ反対だとどっちとも言えない。それとも言えない。釣り進行だった場合でも決め打ちレベルで釣らないとボタンが、ね、ボタンがね。今僕が迷ってるのが、もう1キロ起こって僕が容疑者だった場合に議論で勝てずに負けるから、だったら今僕が処刑されてアクションゲームの方が勝率が高いかなってことを考えてたんだけど、七子さんは 100% 人外だと思うんですね。七子さんもインパスで決めてるから、そこはもう懸念してない。来るとか。いや、そうだから、タスクにするか。タスクにします。アンゼロだもんな。4人の、正直ボタンない状態の。確かに。あれって結構ダリーんだよ。わあ、どっちが正解なんだろうな、これ。わかんない。タスクやってみますか？やってみる？やるか。まあ外したら負けだしな、まあ、そうなんだよな。外すと全体視点高しに多分ね、わかんないし。いやでも高田さん、あ、まあ僕が一番一的に議論で白いだけだからな、これ。うん、いや、ほうほう、熱くなってきた。いいゲームだ。ケンさんマットの時マジ意地でも壊しますよね。いやなんか疑われたらもうね、いずれ釣られるから、なんか少しでも貢献しようと思っちゃう。もうなんか発言に信用されないじゃないですか。あ、残る選択肢はないんだ。ない。いいね。死なばもろとも感あるな。お、プレミアのターゲット。ああでも。お土産神器破壊。お。お、見つからんかったらでかいけど。ワンキル。見つからなかったらでかいね。神さん側は下に下ってくれた。アルマの。はい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 。これ慎太郎さん。結局そうか。バニラかな。のもうもうタスクルートですね。大急ぎ。うん。カメラないからね、安心してね。ぐるぐる回ってる。あ、どう。人気ないから。溜まったか？暴れてください。もう溜まってそう。うん。助けたい、見つけたい。あ、俺助けたい。で殺して。見つけたい、見つけたい。見つかるかな？ああ。おお。ああ。ああ、ミス。いや、いいと思うよ。1キルならまあ、よかった。ああ、よかった。俺、助け終わるわ。どうですか？え、俺終わった。おお、ナイス。僕もあと2だけど固まってるから終わるわ。え、これ右で発見でしょ？右ですね。アーカイブです。アーカイブ。まあ、自主点はこれで慎太郎確定したから。まあ、さすがに畑さんがこれやる必要がなさすぎるんで、いいと思います、高田さんで。え、じゃあ、僕から結構高田さんも神さんも弾けるから。マジ？要はそうです。実は僕、配線があと2つありまして、なんだって釣りたい。マジか。え、畑さん赤髪畑左なんですよね。そうなんですよ。そうなんです。どういう死体発見のルート？高田さんとエンジンというか左キッチンエンジン付近ですれ違ってて、ミーティング登った時にガミさんが下ってきてて、で僕が降りた時に高田さんがミーティング登っていって、うんうん、で乗ってアーカイブ行って、エンジンの縦通路でガミとすれ違ってミーティング上がる時にそことすれ違ってるから、俺ら結構ずっと死にし合ってるから。3人で死を取り合ってるってことですか？おぼう取り合うまではいかないんですけど、慎太郎さんじゃないと相当噛み切るかな。噛み切る、超噛み切る。
まああとは畑迫が単純に切ってのレポートぐらいしか、それぐらいしかない。だったらすごいですよ。だったらすごいね。だったら褒めてください、マジで。だったらマジすごい、畑迫。やっぱり何言っても俺白くならないから、無理だな。ちょっと、スキップしようしかできない。辛くさい。え、これ畑迫だったらマジすごいよ。だったら褒めてください。わかんない。畑さんがヒューマンエラーしてるのかインポスターなのかわかんないですけど。だとしたら、やだな、畑さんインポスターだったら。嫌ですよ、本当に。ああ、びっくりした。ナイスファイトでした。あ、でも画面あった。あ、そうか。あ、いや、あの、展望配線だったんで、貨物とかにはいたら1分だと厳しい。うんうん、はいはいはい。あれガビさん見えてなかったか見えてたら話早かったんだけどな、めちゃくちゃ。え、どれですか、あのボタンを押したターンです。あ、じゃない、そうなんですよね、すいません。いや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 、よし、じゃあ行きますかね。はい、はい、